エトラちゃんを見た。私はユリ、都内の企業で働いている OL だ。昔からのんびり屋で料理や裁縫なんかは得意。そんな私だが、ユリ、あんた彼氏の家に挨拶に行ったの？うっかり、声が大きいよ、鼓膜破れちゃう。あ、ごめん、いや、びっくりしちゃって。あんたとは中学時代からの親友だけどさ。そっかそっか、ほんわか系のユリが私たちの中で一番最初に結婚することになりそうね。大げさだよ。ただちょっと赤松くんのお母さんに会いに行ったってだけなのに。いやいや、すごいことよ。だって向こうも本気ってことでしょ。本気であんたとの結婚考えてるってこと。そうかな。そうよ。で、手応えはどうだった？どうだろう。あなたがゆりさん？赤松の恋人の。はい、そうです。赤松の母のゆずりはです。よろしく。二人の出会いは職場だったかしら？ええ、同僚です。学歴は短大卒か。あなた高校時代は何してたの？手芸部や料理研究会に在籍してて、そこに打ち込んじゃってたっていうか。そう、つまり遊んでたってことね。まあでも家事は一通りこなせそうね。ところでゆりさん、仮にあなたが我が家に嫁入りしてきたら、炊事洗濯は全て任せてもいいかしら？できるだけ頑張ります。そんな顔しないで、物の例えよ。まあでも家事に協力的なのは分かったわ。それで十分。手応え自体はあったけど、でも仮に結婚したとして、あのお母さんと一緒にやっていけるかは分からないんだよね。嫁姑問題に発展するかも的な。なるほどね。でもまあそういうことならさ、結婚後は二人暮らししちゃえばいいじゃん。いろいろと理由をつけてさ。できるかな。不安がないといえば嘘になる。しかし赤松くんとの結婚が見えてきた事実自体は嬉しい。というのも正直な話、彼がこちらを本命だと認識してるかどうか自信がなかったからだ。でさ、この前取引先の人がさ、いやー、それは大変よね。赤松くん、また私以外の女の子とあんなに楽しそうに話してる。あの人は同期の茜さんか。複雑。いやでも嫉妬するわけにもいかないよね。束縛の強い女だって思われたくないし。やっぱり不安だ。あの頃のことを思えば、赤松くんの本気具合が分かってる今はそれだけで嬉しい。よし、とりあえず赤松くんのお母さんに気に入ってもらえたことを祈ろう。そんな私の願いが届いたのだろうか。今なんて？だからさ、うちの母さんユリのこと気に入ったらしいんだよ。つまり結婚 OK だってさ。よかった。でも意外だな。え、何が？ほら、赤松くんって仕事場ではあまりこういう話したくないタイプの人だと思ってたから。前も会社では俺たちが付き合ってること言うなよ、気まずいからって釘を刺してきたことあるし。ああ、そうだっけ。いや、まあいいんだ。さすがに結婚の話題となると特別だし。そっか、そうだよね。でも嬉しいな。これで赤松くんと夫婦になれるんだ。家族になれるんだ。ねえ、ちょっと。え？ああ、あかねさん。ゆりさんよね、確か。はい、そうですけど。あのさ、あなたに少し確認したいことがあるんだけど。え？どうしたんだよ。二人して押しかけてきたりなんかして。しらばっくれないで。あんた、二股してたでしょ。あかねさん、話が見えないわ。順を追って説明してもらえる？いや、何を初耳みたいな顔してるんですか。あなたも知ってるはずですよ。少なくとも赤松はそう言ってました。あの、本当ですか？私が来る前日、赤松くんと茜さんもまたこの家に挨拶に来てたって。え？茜さんも赤松くんと付き合ってたの？それもつい最近まで？そうよ、一昨日ぐらいに赤松に振られるまではね。つまりあいつは同じ時期に少なくとも私とあんた二人と付き合ってたってわけ。二股
されてたんだ私たち。そういうことになる。気づかなかった。あいつ妙にあんたと仲いいなとは思ってたけどさ。だけどムカつくのはあいつだけじゃない。え、あいつの母親よ。ほんと許せない。私と赤松が結婚の挨拶に行った時、圧迫面接みたいなことしてきてさ、挙句の果てに赤松にこう言ったらしいのよ。結婚するなら茜さんじゃなくゆりさんにしときなさいって。待って、じゃあゆずりはさんはこの二股のことを確実に知ってるわ。2日連続で息子が違う恋人紹介しに来てるんだから、普通に考えて二股してるってわかるでしょ。だよね。あのゆずりはさんは今回のことどう思っておられるんですか。どうって別にどうとも。単なるリスク管理よ。一人の女としか付き合ってなかったら、それがろくでもない女だった場合取り返しがつかないでしょ。その女にそれまで使ってた時間が無駄になるということだし、だから同時並行的に複数人と付き合わせてうまくいきそうだったら私に紹介してもらうようにしてるの。今までこの最終試験をクリアした子はいなかったけどね。何この人やば。じゃあ赤松くんの浮気はゆずりはさんがさせてるってことですか。ええ。あのさ赤松、あんたどうとも思わないわけ。こんな母親の言いなりになって。え、別に思わねえけど。はあ、だって今まで母さんの言う通りにしてれば間違いはなかったしね。進学も就職もうまくいったし、結婚だってそうだろ。というわけでゆり、結婚しよう。何、もしかしてこの家のやり方に納得できないの。それは、はあ、従順なお嫁さんになってくれそうだから結婚を許可したのに、どうやら見当違いだったみたいね。まったく、学歴のある女は小賢しいと言うけど、低学歴の女も考え物ね。合理的な判断を受け入れられないだなんて。結婚の話はなしだわ。ああ、分かったよ母さん。ってことでゆり、ごめん、別れてくれ。あんな家こっちから願い下げ、バーカ。はあ、ああ、もう元気出しなさい。むしろ良かったじゃない、激ヤバマザコン家庭に嫁入りせずに済んでさ。それはそうだけど、でもなんか悔しい。従順そうだから OK サイン出したとかさ、それってつまり私のことを低く見てたってことだよね。そうね、まあ舐められてたってことね。このままにしておきたくないよ。二股されて、挙句の果てにバカにされて、泣き寝入りなんてできない。おお、あんたほんわか系だと思ってたら割と劇場秘めてんのね。でも同意だわ。どうにかしてあの親子にリベンジしてやんなきゃ。だけどどうやってやろう。1ヶ月後。なあ母さん、最近ちょっと変じゃないかな。え、何の話。いや、ずっとそわそわしてるっていうかさ、家事の方もなんとなくおざなりになってるし。赤松、あなた新しいお父さん欲しくない。え、ほら、今まで親子2人でやってきたでしょ。でもやっぱりね、真に息子を愛するならば父親は必要だと思うのよ。いや別にいらないよ、俺には母さんさえいれば。そう言ってくれるのは嬉しいけどね。でももう付き合っちゃってるの、結婚を前提に。相手は誰だよ。ヒイラギくんっていうの。街中で出会った子でね、私の落としたハンカチを拾ってくれたの。あの、これがかなりの美形でね、しかも若くって。お母さん久しぶりに本気の恋しちゃったわ。そういうことなら俺うち出るよ。ああ、なんでよ。だって母さんと他の男がイチャつくとこなんて見たくねえし。あのね赤松、いや、まあ息子がそう言うなら送り出してあげるのが親の務めかもね。本気か母さん。あら、何よその反応。だって今までの母さんなら止めてたぞ、俺のことが一番だって言って。これからは違うのよ、あの人とあなたの同率1位なのよ。ところで家を出るつもりならあの子に手伝ってもらえば。ほら、ゆりとかいう家事が得意だったわよね。
でも母さんユリとの結婚はダメだって。ああ、あの時はね。だけど今は違うわ。私はもう息子の恋愛に口出さないって決めたの。母さんめ、明らかに俺への興味がそがれてんじゃねえか。なんだよ同率1位って。母さんの一番俺なのに。こうなったらマジで家を出て思い知らせてやる。どれだけ俺が大切な存在か。それまでユリの家に避難だ。もしもし。ああユリ、俺だ、赤松だよ。え、赤松くん、どうして急に。いやさ、実はやっぱユリと結婚したくなってな。母さんもいいって言ってるんだ。より戻さないか。無理。なんでだよ。お前俺にメロメロだったじゃん。あのね赤松くん、愛っていうのは移り変わるの。少なくとも平気で二股するあなたのことは愛せない。ああ、だからあれは母さんがそうしろって。赤松くん、大人は自分の行動に責任持たないと。お母さんに言われたんだとしても、その言葉に従ったのは赤松くんなんだから。なんだよこれ。そっちだって数字選択しか取り柄がないくせに。でもそれは私が私の意思で手に入れたものだからね。じゃあそういうことで。なんだよユリのやつ。くそ、ダメだ、かけ直しても繋がらない。着信拒否だ。茜もダメだな、こっちも着信されてる。じゃあ今俺を愛してくれてるのは母さんだけ。なおのこと取り戻されたあいよ母さん。え、だから赤松が出ていくらしいのよ。少し寂しくなるけど、でも考えようによっては嬉しいわ。だって、ヒイラキ君と二人きりでイチャイチャできるんだもの。うらぁ！え？赤松？何してるのあなた！出てく準備だよ！まあ、この際出てくのは構わねえ！でもこの家は俺のもんだ！これをよくわからないヒイラキってやつに使われるのはごめんだ！だから、できるだけぶっ壊してから巣立ってやるのさ！やめなさい、やめろ。無理無理、次は台所だ。こいつが使える食器ゼロにしてやるよ。このバカ息子。ごめんなさいね、ヒイラギくん。すごい音聞こえちゃったかしら。ちょっと息子が。え、そんなに嫌がってるなら別れる。ちょっと待ってちょうだい。説明して、ヒイラギくん。切れた。ああ、ダメ。着拒されてる。え、もしかして、ヒイラキとの同居なしになったのか。あ、じゃあ俺出て行かなくていいってこと。うそ。あんたのせいよ。よくも私の恋路を邪魔したわね。母親を苦しめる息子なんかいらないわ。予定通り出て行きなさい。なんだか。早く出てけ。やったわね、ドラ息子。いや、なんかものすごいことになってるわね。だね、叫び声がこっちまで聞こえる。一応、警察呼んどこうか。そうね。いやー、でもうまくいったわね、私たちの作戦。その後、赤松くんとゆずりはさんはやってきた警察に取り押さえられた。意外にと言うべきか、赤松くんの方が大怪我を負わされたようだ。結果、彼の母親であるゆずりはは逮捕されることになった。赤松くんは赤松くんで後遺症もなく会社に戻ってきたものの、浮気の事実が明るみになったために居づらくなり、結局は退職していった。まあどこかで元気にしてるとは思うけどね。あら、ゆり、もしかして赤松のこと心配してるの？いやー、まあ報復が思ったより大事になっちゃったから。あんなのはあいつら親子の関係がいびつだったからここまでこじれたの。私らが気にすることじゃないわよ。でも意外だったわ、ユリにこんなイケメンの知り合いがいるだなんて。ありがとう。いや、ほんとあなたの抜群の容姿のおかげですよ。どっちかの知り合いのイケメン使ってゆずりは引っ掛けて親子仲かき回してやろうって作戦がここまでうまくいきました。ちなみにユリ、この人誰？男友達？兄弟？友達だよ。ただし女友達だけど。え、どうもカリンって言います。ユリがひどい目にあったって聞いたのでサポートに来ました。女性？
カリンは昔から女の子に告白されることが多くてね、バレンタインデーでもクラスで一番多くチョコもらったりしてたし、だからダメ元で頼んだの。ちょっと本気で男装してみてトライしてくれないかって。そしたら一発でうまくいっちゃってびっくりだったよね。あのん、何あかねさん、今彼女さんとかっています？ええ。ご視聴いただきありがとうございました。確かにろくでもない人と付き合ってほしくないと案ずる気持ちはわかりますよ。ですがだからといって同時並行で複数の人と付き合って判断しろとはならないですけどね。それはお付き合いしている人に理解をしてもらってからじゃないと許されることではないでしょう。ま、了承してくれる人なんてほとんどいないでしょうけどね。何にせよ親が言うからと何でも受け入れないで自分の行動には責任を持ってほしいものです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。